また寝てた。140円。安い、さっきのところで全然安いわ。お鍋するから。ねえ、これ安いんじゃない？ほら、太いよ。いや、安い。3本入っとる。どれにしよう。いっちゃん太いやつ。太い方が鍋美味しいよね。あれかな。すごい値段だ。俺カニ丼でもいいの。これはいけそうやん。上の部分だけ使う。サバトロ。ガリは家にあってもいいよ。島にもあるけど。これはうまそうだから買っとくか。これ色違う。なん梅入ってる。あ、梅入ってる。普通のでいいな。それでいいわ。おお、アオリイカや。ヒラメ、マグロ、全部一個ずつか。贅沢だそれ。五色。あ、でも具材とかいろいろ入ってるから。本当にそんだけ入ってるらいいけど。入ったらいいよね。一か八かで買ってみる。買うか。え、すごい。目に来るよ。砂。
これ何に管理って書いてあって、ヤマト運輸の人に見られる。大丈夫。次はイカ、アオリイカ。これはミジマグロ、ミジマグロ。これはヒラメ。これはクロベサ。こんな贅沢なの見たことない。いくらが高くて買えないので、富山名物昆布狩り、これはうまい。富山ならでは。マツコの番組で紹介されました。知らん。マツコの知らない世界で紹介されました。梅味もわき水の富山の名水。1200ワット消費。ケトルはやっぱすごい電気量を食います。豪華甘エビの味噌汁。やちゃんいいね。うん、いい。わお。はい、はい、いただきます。ドゥンドゥンドゥルルン。お店頼んだら5000円は硬くない。うん、これは富山産のアオリイカだから、これうまいわ。あ、食べたくないよこれ。半味噌ね。超贅沢。シャチュー飯、はい、カッコレーズ。うん、うまい。これスダコやな。これ北海道か。なんとだけど、結構高級だね。甘エビの味噌汁。人間はまだ何をする？え？何をする？何を？カニ麺。カニ麺って、あ、これか。なんかどういうふうに？オブジェか。ペロペロ舐めただけだ。食べんかった？ペロペロ舐めただけ。外が気になってしょうがないみたい。いいよ。外が気になってしょうがないんだもん。ニャルソックするの？うん。これの方がいいよ。なんといつも食ってるでしょ。ペロペロって終わりやん。
ペロペロで終わっちゃったよ。こたつは人をダメにする。